皆さんこんにちは、徳田圭です。今回はプログラミングの関数を分かりやすく説明するといったテーマでお話していきたいと思います。今回の動画ではまずプログラミングの関数とは何かといったことについてできるだけ分かりやすくご説明をしたいと思います。そして動画の後半では実際の現場の事例を交えながら関数といったものがどういった形で使われるのかといったことをご説明していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速本題ですが、先に結論から言ってしまうと、関数とは機能を部品化して再利用できるようにしたものです。ちなみに関数のことを英語ではファンクションと言います。プログラミングをしていると同じような処理が複数の場所でいくつも出てくることっていうのが頻繁にあるんですね。例えばユーザーが画面から入力したメールアドレス、これをチェックするような処理、ログイン画面のメールアドレス欄にユーザーが入力したメールアドレスが正しく入力されているかどうか、形式は正しいか、ちゃんとアットマークがついていて、ドットが正しい位置についているかどうか、こういったチェックをするような処理があった場合です。メールアドレスの入力欄はこういったログイン画面だけに限らず、例えばユーザー登録画面であるとか、ユーザーのアカウント情報編集画面であるとか、あとはお問い合わせフォームの画面であるとか、それから商品を購入するときの画面であるとか、これ様々なところでメールアドレスの入力欄というのはありますよね。で、そのそれぞれに対して同じようにメールアドレスのチェック処理というのは行う必要があるんですが、チェックする処理もそれぞれの場所に書かなくてはならないんです。これはすごい面倒くさいですよね。で、もし、このチェック処理がバグっていて何か不具合があったといった場合に直さなきゃいけないといったことが起こると、今書いたこの全ての場所に直しを入れなくてはならないんです。これだとすごく手間もかかりますし、どこかに直し漏れがありそうで怖いですよね。そんな時はこのチェック処理の部分を機能部品として共通化してしまおうと、この考えが関数という考え方になります。この共通化された部品のことを関数と言います。先ほどの例だとメールアドレスをチェックするという機能の部分だけを取り出して共通部品化するっていうことができるわけですね。で、関数として部品化しておくと、それぞれのプログラム、先ほどあったログイン画面とかユーザー登録画面とか商品の購入画面とか、それぞれのプログラムからはチェックをしたいときにその部品を呼び出すだけでチェックをこちらの方でしてくれるっていうような形になります。もしこのチェック処理にバグがあったという場合も、この部品だけを直せば済むのでとても楽ですよね。これが関数の利点です。では実際の開発ではどのように使われているかというと、例えば数字を金額表示をしたいなと思った場合に、見やすいように3桁ずつカンマで区切って表示をしてくれるというような関数であったりとか、件名とか本文、それから宛先のメールアドレスっていうのを渡すと、指定した場所にメールを送ってくれるというような機能部品であったりとか、ユーザー登録を行おうとした際に特定のユーザーがユーザー登録が済んでいるのかどうかっていうのをチェックしてくれるような部品であったりとか、こういった補助的な小さな機能部品からある程度の処理を行うような部品まで、様々な部品を使いながらウェブサービスというものは作っていきます。この関数については、もともと PHP の方で準備されているものもありますし、独自に自分たちで作ることもできます。例えば先ほど例に出した数字を3桁ずつカンマで区切って表示してくれるというようなものについては、 PHP の方で標準でナンバーフォーマットという関数が用意されてますので、それを呼び出すだけで使うことができます。他にも PHP にはかなり膨大な数の関数というのが標準で用意されているので、これはPHP のリファレンスサイトというのがあって、それを見ると確認することができます。これは概要欄の方にリンクを貼っておくので、もし興味があれば覗いてみてください。実際の開発現場でもこの PHP のもともと用意されている標準関数というんですが、これを使うというのはかなり基本ですね。で、この標準関数にないものについては、自分たちで作ったものについても、後で再利用できそうなものについては積極的に関数化をしていきます。実際の現場ではこの機能は他でも使うから関数化しておこうなどと言ったりしますね。まあ、同じような機能っていうのは一度書いて関数化しておけば、それ以降はもう作らなくて済むので、こうやってどんどん関数化をしていって自分の開発資産が増えてくると、次のサービスを作るときは同じ機能を作らなくて済むので、プログラミングがどんどん楽になって開発スピードも上がっていきます。このようにあらかじめ備わっている便利な関数であったりとか、自分で作成した関数っていうのを駆使しながらアプリケーションを組み立てていくのがプログラマーなんです。ぜひ皆さんも関数を便利に使っていきましょう。というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルでは独立系プログラマーを目指す人のために、
現役プログラマーの視点から役立つ情報やノウハウを発信しています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。